ました。はい、やっとプロ初ゴールです。はい、率直なちょっと感想を教えてください。そうですね、もう本当に嬉しかったです。安心しました、とりあえず初ゴール決めて。はい、あの場面よくあのポジションに入ってきてました。そうですね、まあ純喜くんが背後取ってそこについていくことは意識してたんで、それでまあ純喜くんが僕に本当にいいパスをくれたんで、あとはもう止めて蹴るだけでした。はい、シュートの場面でもその止めて蹴るがあそこまで思い通りにいけるのかと、狙い通りですよね、あのコース。そうですね、もうファーストタッチの時点でもういい場所を受けたんで、これは決まったなっていう感じで落ち着いて蹴れました。打つ前ぐらいのタイミングでもうなんとなくこうイメージはできてたんですか。そうですね、もう左側がフリーっていうのは自分の中で分かってたんで、まあそこに止めていけるっていうもうシンプルなゴールですけど、もうそういうイメージであそこに入りました。でも試合全体振り返っても、あの山本選手のところが結構空いて、あの前を向ける時間帯がすごくあったなと思うんですけど、うん、そこで起点がまあ作れたのかなと思うんですけど、まあ、そうですね、スカウティングのところでも自分のところが空くっていうのは言われてたし、まあ、自分の中でもどこにいれば受けれるかっていうのを意識して、まあ、ポジショニングを取っていたんで、まあ、ただそこで受けて、まあ、もっともっと決定的な仕事ができたのかなっていうのはまだ反省します。今シーズン、あの交代出場が多い中で、まあ、こうしてあの頭から出て結果を残せているということはすごく自信になるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、体力的な部分でもまだまだなところはありますけど、とりあえず、まあ、初ゴール取れて本当に良かった、それだけです。あの北九州戦で、ね、すごく悔しいあの部分もあったと思います。あの途中から出て、やっぱり流れが、ね、はい、なかなかこう変えられなかった部分もあったと思いますけどあのそれがこの試合ではあの試合を決めるような点になりました。その点でもやっぱり気持ちよかったんじゃないですか。そうですね、本当にあの時間帯で2点目を取れたっていうのはでもチームとしても本当にでかかったと思うんで、まあその点に関しては本当にチームに貢献できてよかったです。最後にちょっと突っ込みましょう。ゴールパフォーマンス気持ちはすごく出てたないやもう何も考えられないです、あそこはなんかもう出ちゃいました、あれが、はい、真っ白でした、はい、もう気持ちから出た感じ、もうシャーって感じでした次はどうしましょうね、今度上向きますか。そうですね、もうちょいもうちょいかっこいいやつ考えておきます。はい、同期の中では一番最初かな、決めたのは。そうですね、1年目のやつらには負けられないと思ってたんで、まあ2年目としてはそこは本当に勝ててよかったです。同期とはいえ、はい、俺の方が先輩だぞと。いや、これはあいつらだけにはもう初ゴールは越されたくなかったんで、とりあえず決められてよかったです。本当にまたこの先連戦続きます、はい、次の、まあ、ジュビロ戦に向けてちょっと意気込みをお願いします。まあ、今日の勝ちで勢いに乗ってこの5連戦5連勝でいきたいと思います。